どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじやです。ゲスの3プラス続きをプレイしていきたいと思います。さあ、ちょっと仕事をこなしつつ、信頼度を得て、殿に会えるようにしなきゃいけないんだよな。殿じゃねえのかな、わかんないんだよね、広くて。予感を進めたいんだけど、早くしないとその日が来てしまう。マップ見る限りだと、あ、小さな予感が2つある。登ってあ、ごめん、カラスぶつかっちゃった。あ、いるね、しんのすけさんも。しんのすけさん、どうも。よく来た。おう。そうだ。何でしょうと。おう。わかった、護衛ね。いかがか。やります。よし、行くぞ。現場に向かうの早速早いね。まあ、任せてくださいよ。だいぶ俺も強くなりましたからね。もう侍道あれだね。ずっとやってられるわ。いつ来ても不気味な場所だな。天狗でも出てきそうだ。そんな。桑原。こんなお月に悪いところ、さっさと越えちまおう。よし。出てきましたね。あ、しかもすごい忍者だね、二頭持ち。出た。大加藤だ。よし、任せろ俺に。来るぞ。抜け。養老を守るのだ。まあそうなるよな。ほいって、ほい、失敗した。あちゃ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 、まず1。味方も巻き込んでしまう。みんな大丈夫か、しんのすけとか。普通に倒して良さそうだな。おら、飛んでったぜ。次は誰だ。すごい量が向こうにいんじゃん。あっちだな。はい。なんか落ちてたな。いってー。ほい、よいしょ。必殺、どんどん来いよ。3。かかってこい。4。おら、5。おら、6。終わりかな。まだいるな。あ、終わった。やるだが見えない。ほい、ロールは自分からいけるか。いよいよ待つ必要はない。まだか。おあ、間違えてグクシクギン。はい、見えないよ。終わり。拾いたいんですよね、技とか。はここら辺にもなんかあったな。痛い。ちょっと刀抜いてないんだから。よくもやってくれたな。オラ宇宙コンボ。おいはい、ちょっとやばい。あ、いけそうだったの。おいよ、見切りたい。すごい見切るのって本当タイミングやばい。もうこうやった方が早い。痛い。なんてひどいことを。おらっ、ほいほい、ああ、よいしょ。おら、すげえ量だな。しかしごめんごめんごめん。ほいほっほっ、むずっ、ほっ、よいしょ、よいしょ、崩したところ、うっうい、なかなかやるではないか。ほら、ほい、よいしょ、痛い、背中から切りやがって。去ったおにぎりでもいい。来い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 、見切りたい。来た、はっ、2人、はい、3人、終わったか。いやー、すげえ量きたな。おい、これ強えぞこいつら。来て来て、ちくしょう、これじゃなかった。この武器じゃなかったら勝てへん。それとも拙者の命か。どっち。いや、もう命だろう。味方以外誰も知らぬはずのこの道中に襲撃だと。いるな、スペーが。いや、ちょ、そんな。おお、背中に行った。城には一体何匹ネズミ。ああ、ネズミという名のスパイだな。さて、残りの道中もわずかだ。大加藤の別動隊が現れぬうちに城へ戻るとしよう。いやー、強いなー。これはおだちん弾んでもらわないと。800問、ありがとうございます。頼もう。またスリー。しかもここにいるんでしょ。10回ね、すぐ行く。ここにいるっぽいけどね。峰打ち、あ、ごめん、街道また。後ろが容赦なしにここからスタートでしょ。犯人って分かりやすくいるからな。ああ、なんかワンちゃんついてくる。ここはびっくりした。かわいいね、ワンちゃん。いろいろ拾ったような気もするんですけど、どうですか。お、技を覚えたわ。どこにいるでしょう。確かここを登って、こちら側を降りて、いや違う気がするな。あ、でもいいね、いいね。じゃあこの左側だ。あれ、いいね。どこだ。ここのどうかいるはずだからな。あれか、あれっぽい。ああ、いた、奥には。行くぞ。バレないよ。犯人？犯人だ。行くぞ。開始。ちょっと待て。届かない。薄くね？失敗したわ。うそ、失敗してしまった。これは怒られるぞ。めちゃくちゃ難しいな。よう成功したな。あの時は引っかかってくれてたから。すいません、失敗しました。いや、出直せだ。ですよね。ごめんなさい。どうだろう。もう合わせてくんねえかな。どうよ。俺はねえ、ここでね、しんのすけです。後悔することになるぞ。ああ、完全にね。エレベーターさん。承知した。間違い2階にしちゃった。2階です。小さな予感。お、武士の心得が入ってた。いや、殿だよね。あれ、誰もいないけど。あれ、3階まで来た。ギリ。あ、大根いただいてくよ。わからねえ、ここの小さな予感が。いやー、もう頑張って殿に会えるようにするしかねえな。どうよ。また行く。これどうなるんだろう。あれ倒したけど、また戦うことになる。これあの時ぶっ飛ばしたけど。何度でもって感じするな。ってなるよね。ってなるか。もう一度か。いや、まあ刀のレベルは上がるから大いに結構だな。優勝系。そのぐらいにした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつ？なんだと？そいつの剣は戦で戦って生き延びてきた者の剣だ。こいつを倒したい。さすがにまだその時ではないな。今ここで攻撃したら大変なことになる。高種村。1490はたまった。刀どうしようかな。出は早いね。どこにこのまっすぐだ。この子か。いや、なかなかの腕前だぞ。で、これか。お店があって。お店どれだ。ここか。何売ってんの。どうしたどうした。なんだ。おお、びっくりさせやがって。はい。あー、ごめん。よいしょ、来い。タギやりじゃ無理だっつーなーってけ店の前に死体を置かないでくれって。ちょ俺だってよ、嫌われもんじゃ夜だーってけちょっと落ち着けって。そんなつもりじゃなかったのに。どうした？この先には何が。ああ、こんなとこにも鍛冶屋が。お願いします。すいません。ダメだ、有効度が。大体でもね、この鍛冶屋ってね、最強だからね。弟だ、堂島弟だ。じゃあ、オープンねー。来た、やるってのがいい。超強い。あいた。はい。いってー。あ、いた。強すぎる。冷まして。よし、倒せそうだ。肩のレベルが上がっていく。左遷ガードされちまうか。すごっ。このコンボがやっぱ強いな。よし、いってー、もう少しだ。堂島すまねえ。しかもオトジャの方だからな。バカ、すまん、いただいていくぞ。あ、兄ちゃん投げまーす。いただこう。どう？強そう。扱いが難しそうだけどな。あ、また真ん中あるな。行ってみよう。夜だとなんかいるらしいんだけどね。どこだろう。こっちにいるしんのすけか。違うね。また。ここは夢の跡だ。かつてここで咲き誇った桜はもう二度と咲くことはあるまい。もう二度とな。ここ桜が咲いてたんだ。見てみたかったな、そりゃ。すごい。ちょっと待って、これ最後の日なんじゃないの。これどう言っても最後の日だよね。殿、信長軍が。大江戸ともにわずか3日しか持たなかったそうです。23億のうち高と大淀が信長の手に落ちた今、次は我が天中。どうされます殿。是非もない。遅かれ早かれ信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても後顧の憂いを消し去るのだ。次の日。どうなるんだおりゃな。大加戸の時はあいつ逃げようとしてたから、あっち行きみたいになったよね。開いてる。なんだ俺新入りになってるんですよ。入った覚えはないけど。あ、入ったか。入ったかみたいな。やつと決着をつけるときは来たかもしれんな。パイクもあるし、この武器もあるし、超強いからやるしかねえよな。だったわ、ギリ入ったからこうなるのか。さあ行くぞ。一人だけ逃がすわけにはいかん。さあどこへ行こうってんだい。俺と勝負だ。頼む頼む。ほっ、剣硬すぎじゃない？よし、ほっ、近づくな。オッケー。冷まして冷まして、よし、いけそう。いいぞ。折れた。ほい、避けてる。折れてもいい。よし、やったぞこの野郎。まだ自宅、まだまだいいるんだ。寒い、勝ちや寒い。ごしら、てめえよくもお頭を。待て、死んだろう、誇りを失った負け犬だ。だがあんたは違う。あんたこそ真の侍だぜ。だからあんたをお頭と呼ぶ。おかとお頭になっちゃった俺。藤森君ついてたのにえ、あ、びっくりした。まだ終わっちゃいない感じだねこれな。どうしよう、ちょっと折れちゃったしな。あの人の刀はどうなんだろうね。一回これで置いといて。どうよ。うわ、すげえ攻撃力高え。重さ3って書いてある。よし、こいついくか。回復したいけどね。どうなってんの？どっち回復とかなかったっけ？食料庫とかなかった？おら！おお、強い。おにぎりが出た。カークカク。食いもんねえや。みんな頑張れ。超スローモーション。よいしょ。いって俺ごと決めた。やめろ。さあかっか。おにぎりを落とせ。痛い。あれは回復なのか。よいしょ。回復じゃないの。回復欲しいよ。ちょっと待って。着物があった。よし。オッケー。スーパーマン。オッケー。おにぎりが手に入り、なんかおいよいしょ。おっオッケー。おにぎりいらして。俺は切れない。すごい。これ終わんないやつじゃないの。おらおらおら。よいしょ。すごい処理落ち。ほっ、おにぎり。ほい、よし。ほっ、よいしょ。ほっ、オッケー。よいしょ、オッケー。なんだ、まだ終わらんか。まあさらに入ってきた。しかも超強そうなの。最後のやつ、最後のやつの走り方や。やり投げじゃねえか今の。脱出すべし。はっ、よいしょ。おーい、ごめんな仲間たちよ。行けー、皆の衆。ちょ、あ、びっくりした、挟まったかと思った。ほう、貴様が新しい頭か。なるほど、それなりに腕は立ちそうだ。だが残念だったな。何、お方、貴様らはここまでだ。ああ、強そう。うわ超強い。ほいこれは強いな。この周りのやつは見切りでやるしかねえ。いったいった。よし、そろそろくすし終わるのか。あっ、おお、 18% までいった。馬の骨変わらず50点。マジでさ、マイナス250点だろ。おお、もうゲス道にふさわしいね。マイナス200点だって。はい、ということで、ゲス道3プラスここまででございます。あいつ倒したかったんでね、まあ普通にルート進んでいくと、その勢力のクリアがあるんでしょうけど、まあ時間制限がございますので、毎度おなじみ、何日以内に、基本的に1週間ぐらいかなにある程度進まないと話が終わらないという感じなので、まあある意味終わったんですけど、私のね話は。いやー、まさか最後にあんな強いやつ出てくるとはな。あいつらの武器とか装備また強いんだろうな。まあ今回はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回違うゲームでお会いしましょう。ほんじゃまたな。